何を作ろう。それ作ろう。はいはい、どれにしかれ、どれにしましょう。よし、できた。よし、これをセットして、じゃあみんな配置につこう。みんなの方はどう？こちらチーム B、 配置につきました。ねえ、本当にこれやんないとダメ？ダメだよ、こういうのは形から入らないと。まあいいけど。星崎さん、ノリノリですね。なんだろう、こういう変なことが好きなんだよね、星崎さんって。こちらチーム C、 異常ありません。本当にこれでゆずちゃんと会えるのかな。まあなるようになるでしょう。それに私、一個心当たりがあるんだ。行きました。逃げ道を塞ぎつつ突入します。確保！ユズ！ユズ、ようやく会えた。あなた、なんで私の名前を。え？まさか、ユズさんも記憶喪失なの？例外はないってことか。今は、落ち込んでる場合じゃない。ユズ、あなたに伝えなきゃいけないことがある。ライムを、助けに来た。ライムの名前まで。ってことはまさか、私たちと関わりのある人物なの？あなたたち二人に直接言われたの。私の心の世界、心トープで、ライムを助けに来た。そう伝えてほしいって。記憶を失う前の私が、メッセージを残したんだ。ライムのことまで知っている以上、信用しないわけにはいかない。あなた、名前は？白井ひな子。ひな子。ありがとう、ひな子。そして、星崎青。あなたのことはまだ何もわからないけど、一旦保留にする。私が知っていることを話す必要がある。みんな、今から。ちょっと待って。何？私からも一つ、確認しなきゃいけないことがある。私たちの食料、つまみ食いしてたのってユズでしょ！だから、私たちの食料、最近やけに減りが早いと思ったんだよ。さっき言ってたの、これか。それ、今する話？大切でしょ、食べ物は。それは、美味しそうだったから、つい。
働かざる者。くべからず。ごめんなさい。まあまあ、いろいろ教えてくれるっていうし、それが代金ってことでいいんじゃない？仕方ない、許す。許すんですね。その代わり、これからはちゃんと私たちにも協力してよ。はい。じゃあ改めて、みんな屋上に集まってほしい。何かに使えそう。まずはここが、この世界が何なのかを話す必要がある。そう、それが一番気になってたんだよ。ここは世界の崩壊からみんなを守るために作られたシェルター、一時避難場所だよ。世界の崩壊。そう、何らかの理由で、もともと私たちが住んでいた世界は危機に瀕していた。それって例のハイデってこと？わからない。私も元の世界の記憶はなくて、あなたたちが知らないこの世界の情報をいくつか知っている、それだけ。そっか、今は私のことも覚えてないんだ。なんでユズさんはそれを知ってるの？簡単な話、この世界は私とライムが作ったものだから。ユズたちって神様だったの？説明すると長くなるけど、魂の管理者くらいに思ってもらえればいい。魂の管理者。あなたたちリフレクターは指輪を通して私たちが管理する世界とつながっていた。私たちはそれを通して記憶と引き換えに、あなたたちの周りに球状の壁を作った。そうして出来上がったのがこの世界。宇宙に浮かぶ雫のような小さな世界。雫のような世界。雫世界か、いい名前。その雫世界で私たちは生きているの。それってつまり、世界に灰が降って人類が滅びかけた。それを知ったユズさんたちがヤバいと思って、私たちリフレクターを集めて壁の中にかくまった。さっきのクラックがその壁が割れたってことを意味するなら、外の世界にはあんなヤバそうな怪物がうようよ歩いてるってこと？今あなたたちの持っている情報と照らし合わせると、それが一番自然に思える。この世界も無限に維持し続けられるわけじゃない。均衡が崩れれば消え去ってしまう可能性はある。それこそさっきのクラックのようなことがあれば。いつまでもここに留まってるわけにもいかないってことか。でもただ外に出るだけじゃダメなんでしょ？肺を止めるとかしないと生きていけないんじゃ。安全に元の世界に戻るにはどうすればいいか、私も一人でずっと考えていた。でも私は雫世界の創造主として
あなたたちを守る義務もある。これまでは極力リスクを避けて一人で行動してきたけど、クラックのような事態が起きている以上、リスクを回避し続けることも厳しいかもしれない。協力しようよ。私たちも元の世界に戻りたいのは同じだからさ。わかった。みんなついてきて。これから心トープに行く。誰の心トープに行くの？私たち。私たち？今から私とライムの心トープに行く。それじゃあ行こう。みんな離れないで。ここがユズさんたちの心トープ。そもそも二人で一つの心トープっていうのが特殊だね。この心トープは今機能不全に陥ってる。モンスターが出ることはない。機能不全って？この先に進めばわかる。これってライム！さっきこの雫世界は私たちが作ったと話したと思う。うん。正確にはあなたたちリフレクターの力を借りて、私とライムが維持管理をしている。私たちのリフレクターの力はすなわち思いの力。何かを思う強い感情のエネルギーが力になる。そして得てしてそれはリフレクターが持つ大切な思い出に結びついている。なるほど。大切な思い出を借りる。だから記憶がなくなってるのか。そういうこと。ライムはその思いの力を管理して世界を維持するため意識の大部分を使っている。その結果として休眠状態にある。そんなライムは死んじゃってるわけじゃないんだよね。うん、安心して、死んではいない。ただ雫世界を維持し続ける必要がある限り目覚めることもできない。なら一刻も早く外の世界で生きる方法を見つけないと。でもそんな方法どうすれば。世界が危機に陥った真実を解き明かして安全な場所を見つけ出すしかない。真実を解き明かす。この世界にはまだ合流できていないリフレクターがいる。ついさっきまでずっと寝てるのか起きてるのかわからないような状態だったから。そういえば私もそうでした。突然意識がはっきりして、そしたら皆さんがいて。そのリフレクターを全員ここに集めて記憶を取り戻す。そしてみんなが持ってる断片的な記憶を集めて元の世界で何が起きたのかを明らかにする。なぜ灰が降ったのか、クラックから出てきた敵は何なのか、
元の世界は今どうなっているのか、それを知らないことには何も始まらない。原因がわからないと解決のしようがないもんね。でもどうやって集めればいいの？春日さんや白井さんがどうしてここに来たのか未だによく分かってないのに。思いが重なるものを用意して、みんなが学校に集まるのはみんな学校に強い思いがあるから。その学校に残されたリフレクターと思いが重なるものを用意して、さらにつながりを強めればいい。秘密基地やカフェがそのつながりってやつだったのかな。じゃあ今後もいろんなものを作ればいいんだ。まあ言ってしまえばそういうこと。そんな簡単な話じゃないと思うけどな。当然いろいろ疑問も残ってると思う。私も全ては説明しきれていない。それにさっきも言ったけど、石橋を叩いて渡るだけの余裕はもうない。だからこれからは私も協力できることは協力する。わからないことがあったら聞いて。あ、じゃあフリスペ教えてよ。え？連絡取れた方が便利ですもんね。それはそうだけど。ほら、グループに入ってないんだろう。リフナビはこの世界に来た人はみんな入るって言ってたけど。まあそういうこともあるんじゃ。こうして追加すればいいから問題なし。それもそっか。今後のことを考えないといけないし、一旦学校に戻ろっか。原種？うん、私は何体もの原種と戦った。思い出せたのはそれくらいかな。原種ってそもそも何なの？世界の管理者候補みたいなものだと思う。一番強い原種が世界の管理者になれるんだって。当時管理者だった原種は人間を一つに融合しようとしてて、最後はそれを止めるために戦ったんだ。何それ、やっぱ神様の考えることは分かんないな。私が原種と戦ったことって灰が降ったことと関係あるのかな？どう、ゆずさん。あると理屈づけることはできる。例えばひな子が言うように、原種がこの世界の管理者だったとするならば、管理者を倒してしまって世界が管理されなくなったからおかしくなったとか。なるほどね。どうしたの、青ちゃん。いや、コールドスリープ説は違ったかって思ってさ。私みたいな凡人の想像力じゃ及びもつかない領域の話になってきちゃったよ。でも結構いい線いってたんじゃない？実際はコールドスリープじゃなくて肺からの隔離だったわけだけど。でもどうして私たちなんだろうね。
え？自分で言うのもなんだけど、世界のピンチを私たちみたいな学生がどうにかできるとは思えないよ。雫世界に入るならもっとふさわしい人がいるはず。肺の専門家とか。何か理由があると思うのです。私たちじゃないといけない理由が。単純にこういう場所は他にいくつもあって、たまたまここには私たちしかいないのかも。記憶を取り戻していけばいつか答えにたどり着くんじゃないかな。そうだね。とはいえどうしましょう。記憶を取り戻すと言ってもヒントがない状態ですが。記憶を刺激するものがないか地道に探していくしかない。まだ心トープが出てない人もいるよね。それを出す方法を探すっていうのもありかも。何か方法はあるかな。ダメだ、思い浮かばない。勇気は何か浮かんだ？もちろんだよ。記憶を刺激するなら今こそ学校魔改造計画再再始動の時。それ金城さんが楽しみたいだけでしょ。そんなことないよ。でも何が記憶を刺激するかわからないですし、もしかしたらそれで何か思い出せるかも。さあほらみんなアイデア出して。レナも欲しいものない？張り切ってるな勇気。そうだこれだ。でもそうだ。そうだな。よし。Thank you.
作れそうなものは。映える配置はっと。作ろうかな。どんなレイアウトがいいかな。上出来ね。へえ。いや。ふむ。ええ。材料は揃ってるかな。どの辺に置こうかな。
といけるよね。じゃあこの力でみんなを守る。いつでもいける。デイ決める。行きましょう。大丈夫ですか。もっといけるよね。閉まっていこう。いつでも行ける。じゃあいつでも行ける。デイいつでもやれます。大丈夫ですか。よし、私の番。もっといけるよね。行きましょう。大丈夫ですか。うっ、当たって。もっといけるよね。この力でみんなを守る。行きましょう。大丈夫ですか。私の番。私の番。カゴン。もっといけるよね。いやー、や仕掛けます。大丈夫ですか。もっといけるよね。行くよ。じゃあ、仕掛けます。いつでもやれます。大丈夫ですか。次はどうしよう。私が支える。いつでもいける。私に飛ぶ力も。
といけるよね。どう動こう。行くよ。仕掛けます。大丈夫ですか？行くよ。行きましょう。大丈夫ですか、うん、もっといけるよね。で、やっ、よし、私の番。よし、私の番。どう動こう。次はどうしよう。いつでもいける。やっ、もっといけるよね。大丈夫ですか。当たって。いつでもいける。行きましょう。決める。私の番。やっ、もっといけるよね。攻め時だね。行くよ。うみんなとの絆が力をくれる。はあ、何を作ろう。どれにしようかな。何を作ろう。そうだな。へえ。うん。そうだな。それは、
おえっと
でも…よし、どこに行く？そうだな、うん。それってひなこさん、そうだな、すごいよ。うん。
いや、ね、うん、ほほうでも ありがとう。楽しかったね。青のこと、もっと知りたいな。もっと頑張らなきゃ。行きたい場所、ある？うん。
い場所ある？用事？また青ちゃんとちょっとお散歩したいなって。いいよ。じゃあ今日は天気もいいし屋上まで上がってみよっか。ほんといい天気だね。そうだね。せっかくだからお弁当でも持ってくればよかったかも。ねえ心、ちょっと聞いてもいい？改まってどうしたの？心トープで取り戻した記憶、心の昔の思い出についてなんだけど、私には部分的にしかわからなかったから、もっと詳しい話聞きたいなって。はあ、嫌なら断ってくれていいんだけど。いいよ、ちょっと恥ずかしいけど青ちゃんにだったら話してもいいよ。私ちっちゃい頃は人見知りで怖がりで、よく男の子にいじめられてたの。この話はしたよね。うん、今の心を見てたら全然想像つかないけど。そんな私にも数少ない友達がいて、それがしほちゃん。しほちゃんは男の子にも負けないくらい気が強くて、よく私のことを守ってくれてたの。秘密基地はしほさんと一緒に作ったんだよね。そう。でもいじめっ子たちに壊されちゃったと。うん、しほちゃんはその子たちを問い詰めて、勢いでつい手が出ちゃったらしくて、暴力が学校でも問題になって、
志保ちゃんは転校することになっちゃった。心はそのことがきっかけで変わろうとした？多分そのままだったらずっと一人で後悔して変わらないままだったかも。その後に何かきっかけになることがあったってこと？志保ちゃんと別れる時、駅のホームで志保ちゃんから言われたの。一人で抱え込まずにもっと周りを頼りなさいって。それで私は。心？それで私は変わろうって決意したのです。なるほど、志保さんからのアドバイスがきっかけだったんだ。いいなあ、そういう無二の大親友って関係。そうだね。しようかな。これにしよう。頑張り。どれにしようか。かな。どれにしよう。よし。できた。何を作ろう。しようかな。これにしよう。
任せといて。頑張るね。頑張るよ。任せといて。わかりました。任せて。どれを使おう。よし、どれにしましょう。これをどれにしましょう。これをどれにしようかな。始めよう。できた。どれにしようかな。行きたいところがあって、それは。よし。ふむふむ、そうだな。え？え？いえ。
それは…そうだな…楽しかったですね。行きたい場所ある？よし。いただきます。やるー！
よ。うん。これが私の記憶。よし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 。
こうかな。負ける気がしないよ。
何これ。えっ、私頑張ります。よし、私のせい。よし、今がチャンス。チャーン。さあ、どう動く。ふっ。よし、今がチャンス。私の番。くらえ。もっといけるよね。楽勝楽勝。負ける気がしないよ。えい。さっさと倒しちゃおう。いつでもいける。ふっ。やー。はっ。いつでもいける。ほっ。ける気がしないよ。えい。邪魔するなら容赦しないよ。いつでもいける。せい。するなら容赦しないよ。いつでもいける。せい。チャンス。一気に畳みかけるよ。あっ、任せ。いつでもいける。せい。よし、渡せ。倒しちゃおう。いつでもいける。ふっ。当たって。はっ。どう動こう。ふっ。さあ、どう。えい。完勝です。やりました。準備はいい？当たって！よし、私の番！せい！や！いつでもいける！ふっ！楽勝楽勝！負ける気がしないよ！
よし。どう？いや。行くの？そうね。いいね。そうね。まあまあ楽しかった。
よし、それじゃあ行こっか。どこに行こうかな。
つでもやれます。いつでもいける。行きましょう。よし、私の番。くらえ。楽勝楽勝。負ける気がしないよ。取っておこう。どれにしようかな。よし。よし。ありがとう。それは。まだ。それじゃあ、行こっか。今時間ある？よかったら一緒に散歩しない？うん、する。こうやって見る限りは普通の人なんだよな。近づき方を変えるか。あのさ、ひなこさん、よかったらなんだけど、昔の話、バレエをしてた頃の話聞いてもいい？ココロトープで聞いたのはその後の話がメインだったから、どんなことを考えてどんな風に過ごしてたのか気になっちゃって。いいけど面白くないと思うよ。毎日同じような生活してたから。ルーティーンってやつ？聞かせて聞かせて。まず起きて1時間ストレッチして、朝ごはんを食べて、で学校に行って昼休みに振りの確認。校舎裏とか目立たないところでやってたかな。昼ごはんは？チョコとか飴とか。え、そんなんで持つの？日中はあんまり食べないようにしてたの。体が重くなって動きづらくなるから。放課後になったらバレエ教室に直行。レッスンが始まるまでに時間があったら宿題して、そうじゃなかったら練習を始めておく。22時になったら着替えて帰るって感じかな。22時？6時間くらいぶっ通して練習してたってこと？
海外のバレエスクールに通ってることか、プロに比べれば全然短いと思うよ。しんどいとかやめたいって思ったことなかったの？それが当たり前だったからな。バレエがない生活なんて考えられなかった。それに楽しかったし、踊るの。いくら楽しくてもそんな毎日長時間やってたらうんざりしそうなのに。やっぱ天才は違うな。ごめん、長く話しすぎた。行こっか。あれ、褒めたつもりだったんだけど。